今日、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されたのは、採卵用の鶏を飼育する胎内市の養鶏場です。県は今日午前10時ごろからおよそ33万羽の処分を始めていて、午後4時時点でおよそ5000羽を処分しました。24時間体制で行い、1週間ほどで終える見込みです。台南市では今月6日、この養鶏場から半径3キロ圏内にある別の養鶏場でも陽性が確認されていて、県内の養鶏場では今シーズン5例目となります。